フロントサイドのノーズプレス。ノーズプレスは、50みたいな入り方なんだけど、例えば50でピュンってこうやって乗るんであれば、イメージとしては前足がここに来るイメージ。自分の前足と頭の位置がまっすぐの一本の線になるようなイメージ、こうやって引いてあげる感じかなって。乗るとプレスが浮きやすくなります。逆に体で行っちゃうと難しいんで、できるだけ板を引いてあげるような意識でやるとこうギュッて浮かせやすくなります。